おい、スタルの件でボーン室の扉ちゃんと閉めたかって聞いてるやつちょいちょいいるけど、ボーン室をちゃんと閉めないやつなんかスタル以外聞いたことないから俺。マジで基本閉めるもんだから、あの購入するときにその業者の人だったりとか、これを販売してるヤマハさんとかに説明受けるから。スタヌがマジで異例中の異例だっただけだから。基本2段階知らの閉まるのを知らずに使ってたってこと。そう、本来これ普通に扉閉めるのほかにグッて引っ張ってカチッって言うんだよ。それで初めて防音の機能が追加されるんだけど、なんか一昨日かなんかのシャカトとかのパブジやった時に、そういえばスタさんどうしてるみたいな話になって、カチッてやるよねみたいなくだりがあって、なんかそれを知らなくて2年間ずっとただの箱に入ってたっていうとんでも話が出てきて、なんかだから防音室はいつでもうち嫁ちゃんとかにうるせえとか言われるのかみたいな、マジみたいなのが切り抜きで上がってから、俺ちょいちょいその京ちゃん防音室ちゃんと閉めてるみたいな、閉めてるように見えないよねとか言うけど、基本的にちゃんと閉めるよ。無駄だったってこと？そう、防音室ヌーブ出ちゃってた。いや、閉めないタイプだと思われてるって言われてもな、閉めるから普通、説明受けるから。今日確かに、それおもろいな。したらコメントで、確かに京ちゃんなんかカチッて閉めてる感じしないよね、いっつもなんかウィーとか言って入ってきてる感じだもんね。まあこっちとらもうフルスタック195キロの重りとかつけて筋トレしてる人間やぞ。ほんなま扉1枚ぐらいカチッて閉めろるわ、閉めれるわいつも。閉めろるわ。閉まらんな、扉は閉まるのに。ちょっと巻き舌になりすぎたわ。ロシアのゲームやってっからね。